ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島祇園店営業スタッフ山本さんのおすすめは、とっても美味しいハマグリラーメンがありますよ。え、ハマグリラーメン食べてみたい。ネッツトヨタ広島ならウェブで市場予約ができるから便利だよね。本当そう、気軽に予約できるのがいいよね。あ、ここじゃない、ハマグリラーメンのお店。うん、お腹空いた、食べてみよう。ちょ、家族連れとかファミリー層が、まあ、よく来られて、あっちにあの子供用のお座敷があるので、まあ、そちらで、まあ、遊びながら食べていただくっていう、まあ、アットホームな感じの、まあ、お店ですね。看板メニューはハマグリの、まあ、柚子塩ラーメン。結構あの見た目は あっさりしてるんですけど、まあ、もうコクもあって、まあ、しっかりあのハマグリの出汁が出て、まあ、濃厚というか、まあ、美味しい出汁が出てます。もう若い人から年配の方まで頼まれます。わあ、ハマグリラーメン綺麗。ハマグリの出汁がしっかり効いてて柚子が爽やか。ちょっとまあ暑いので、あの広島つけ麺、辛さは0から10までお好みでお店でブレンドして、まあ、作ってるっていう感じなんですけど、これはもう全粒粉っていう麺使ってて、喉越しもこちらもいいなっていう。ホルモン定食です。わあ、美味しそう。湯気に乗っていい香りがする、うん、ボリュームすごいね。野菜がしっかり入ってる、キャベツともやしとあとニラと玉ねぎ。味付けは味噌だれですね。ご飯も大盛りにできますので、こちら無料なので頼まれる方も多いかなっていう。ホルモンプリップリで味噌も濃厚で本当に美味しい。地元の皆さんに、まあ、愛されるお店利用していただけたらなっていうのがありますね。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。免災キッチンアヒル食堂の500円分食事券など70人に豪華プレゼント。さらに8月24日、25日、ネッツトヨタ広島へさか店で中区東区のいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。